やもうちょっとこうバックのシングルハンドしっかり攻撃したいな。さあ今日はシングルバックハンド編、私が憧れる加藤ヘッドコーチのシングルバックハンド解説していきたいと思います。この感じです。加藤コーチはあのレッスンとかよく見てるとよくねこうスパーンとね素晴らしいバックハンドを打たれて、しかもねストレートクロスどこでも打てちゃう、そういうイメージがあるんですけど、ぜひちょっとあのバックハンド教えてください。今日ちょっと反応が遅いですね。乗り気じゃないね。ちょっとテンションが。そうですか、そうですか、そうですか。反応が。じゃあちょっとまず握りから教えてください。握りは、はい、これですかね。どうですか、どうですか。まあ、体の前。体の前で、うん。で、はい、ここに握ってあげると。はいはいはい、そうすると打点が、はい、同じくらい前につけば打点が取れる。はい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 。なるほどなるほど。根治ではないですよね。バックハンドイースタンぐらいかな。そうですね。そうっすね。そんな熱くない。うん、なるほどなるほど。で、このグリップで、はいはい、対応してるわけですね。この今一番意識したのはどういうポイントですか、バックハンドで。バックハンドで、うん、手首をまず固めぐ。ああ、こう動かさない感じ。あんまり、まあ振ってるとこうなっちゃう時もあるんですけど、はいはいはい。例えばこのインパクトのイメージのところにカチッとこう。うん、ああ。なるほどなるほど。ここは動かないんですね。こうとかじゃなくてそのような形で、はい、ここで当てればあっちに飛んでいくよっていう。はいはい、ここじゃあ打点を最重視でここ安定させる感じですか。そうですね。ここがもう合っていれば、はいはい、力が入って、はい、多少苦しい場面でも同じ方に飛ばせるので、うんうんうん、苦しくてもここで合わせていける。まずこの形をしっかり作る。やっぱりここの捉える形がすごい大事と。はい、ここでしっかりと。その形作れば追い込まれても対応もんで返るし、このまま引いていけばそのまま戻ってきて同じ形でインパクトが決まる。なるほどなるほど。形です。ちょっと余裕がある時の準備とかってどういう準備するんですか、意識しますか。余裕がある時は、うん、テイクバックがちょっと大きくなる、はい、そのテイクバックする時ってどういう意識ですか。体のターン、体を向ける、うん、向けるので時間があるから少し引いてコースを見ながら前後に入っていく感じですね。なるほど。しっかり肩をこう入れる感じですか。そうっすね、うん、入れてもいいし、うん、入れないでもいけなくはないですよ。両方どちらでも打てるところですね。開いてもこう打てる、うんうんうん、ここだけちゃんと意識する。ここができれば大事、ここが大事、とにかく大事ってことですね、はい、ここが大事ってことですね。ここができちゃえば、うん、適当に打ってもそっちに行っちゃうみたいな、うんうんうん、感じします。まあ合わせればね、はい、なるほどなるほど。だから追い込まれても今カウンターを打てたりしやすくなる。そうですね、はい、ちょっとよく力を抜くってことは言葉あると思うんですけど、加藤コーチはどれぐらい力加減で打ってるのかちょっと教えてください。引いた時とかどれぐらいですか。ここですか。はい、例えば余裕がある時この辺に力もう入ってるんですか。力入ってます。結構入ってる。しかもこう緩めちゃうと、はい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 、この形がカチッて決まってる状態で、あとは体で打ってる感じです。結構グリップも握ってる。握ってますね、多分。そんな適度じゃなくてもしっかり握る。もうギュウギュウ握ってます。ギュウギュウに握ってる。なるほど。ギュウギュウにロックす。ロック。こうカチッてなってます。結構握り込んでる感じ。もう、はい。おシングルバックにしたときはこう緩めといて、はい、こうってよりは握ってて、うんうん、パーンってもうこの辺では握ってる。そうですね、握り込んでパカーンと。え、滑らかに切れますか。これそうっすね。そうっすね。あんまり緩いと逆にこう手首がこうはいはいはいこうグニャーンってなっちゃうのが片手バックで安定しないポイントかなっていう。だからここに力しっかり入れて、はい、入れておくと。入れて支点はどこですかね。支点肩振りのそこから持ってくる。そうですね、うん、はい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 。
を支点にして、はい、しっかり振っていく。しっかり、うん、加藤コーチといえばコースのコースは分かりづらいと思うんですけど、ここからコース打ち分けるときはどういうところを意識してますか。やっぱりこう隠す先も隠すってあるじゃないですか、はいはい、相手見て隠すんだけど、でコースを変更していくときっていうのはどういう打点とかで変更するんですか。クロスは、まあ、打点とこう、はい、少し開く、うんうんうん、ストレート打つときもしっかり入ってこう打つときと少し流すときみたいな、あ、多少調整してます。しながら、はい、まあ、一番やりやすい、あの見てる方が真似しやすいのは打点ですかね。打点じゃないですか、うん、打点が合えばそっち飛んで、はいはいはい、で打点にもう完全に力入ってるんで、はいはい、そこはブレなければ結構力を抜いて入れようと思うとこう結構こうなっちゃう感じで、ぐちゃってこう当たんないよって人が結構多いな。はいはいはい、なるほどなるほど。いや結構ここしっかり入れといた方がいいんだな。入れて、ちょっと私もね、ちょっと今年はね、2022年はシングルバックハンドガーンって打てようと思うんで、ちょっと力入れてしっかりね、まあ、グリップそんな変わんないですもんね。そうですね、グリップ同じようなね感じだから、ちょっと加藤コーチのバックハンドね、だから私もね大事にしてるのはこれ加藤コーチの今日テーマだけど、私も同じなんですよ。ここさえ作ればね崩れないですよね。だからこれカウンターもできるしね、追い込まれても合わせることができるしね、ここ大事ですね、やっぱりね。大事です。じゃあちょっと実際にこの後打っていただいていいですか。いいと思うって言ってくれました。はい、やりましょう。リトプリ TV チャンネル登録よろしくね。ありがとうございます。素晴らしいですね。これ、あの結構あの今ここでやると安定するじゃないですか。よりこう力を出力、ボールへの出力を高めるときっていうのはどういうところから出すんですか。より出す。はい。よりパーン飛ばすっていう。引きを少し大きく。はいはい。して。ああ。なるほど。その分で、ボールの…で、ひねり、戻し、あ、使おうというか、はいはい、少しそのひねり戻しで、力を加えていくっていう。結構力がこう入らないんで、はいはいはい、なんか横向きを残すってこういうイメージよりは、ひねって、戻してきた、はい、こういう動きで、はい、だね、結構と飛ばない方ってそうなりやすいじゃないですか、こう残しちゃって。昔の打ち方はこう、こう押していくみたいな、はい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 、それだと飛ばないんで、はいはい、肩のひねり戻し使いながら、ちょっとひねが、まあ、ひねった方が大きいので、はいはい、で戻す。なるほど。そうすればボールへの少し出力を変えて力を加えていくこともできると。そうっす。っていうところですね。あとはだからここはしっかり崩れないから、正確にボールに対して捉えることもできるし、あとそこに出力を変えていくこともできると。そうっす。というところですかね。ソースでしか言ってないな。いや素晴らしいですよね。やっぱり安定させるためにはね、やっぱりこうボールに対して面がね向いてないとね、ボールに対して面が正確にできるから正確にボール飛ぶし、そこにパワーが欲しければ少しうまくひねり戻しと、昔の打ち方だとこうやってね横向き残してこうやってました。私もそうでしたけど、これを少し戻していけばより力が出てくるというところですかね。そうです。素晴らしいバックハンドでしたね。ちょっと長谷川コーチも打ちますか。長谷川コーチはちょっと古いバックハンドでちょっと打ってもいいんですか。いらっしゃいます。あ、ちょっとあんまり打ってもない。加藤コーチみたいなバック打てないから。いきまーす。私はこういうバックハンド、まあ、でもそんなに大幅に変わるわけではないですかね。お、調子いい。ひねり戻し、ほらこうやって結構ね、
何気に入るますね。いいですね。結構こうグッて戻して今ちょっと加藤コーチが言ったんでちょっとやってみたんですよ。すごいいいっす。クロスにも引っ張れるし今ちょっとそこから取ってもらってるんでストレートとクロス打ってみたんですけど、はいはい、すごいこれで戻すといいっすね。ヘッドも向ける回るからしっかり回転もかかるし非常にいいっすね。あ、こんなところで間がありますね。うまく今苦しくなっちゃったようにね。あの今回はあのご覧いただいている方に加藤、ね、ヘッドコーチの、ね、バックハンドちょっとコツをねちょっと聞いてみましたけど、まあ、加藤コーチは一通り何でもできるコーチなんで、まあ、加藤コーチの、まあ、サーブを見てみたいとかねサーブとか何でもできるんでもしも加藤コーチのショット気になる方はねコメントいただければ加藤コーチが解説していきます。ぜひよろしくお願いします。では今回はおしまいします。ありがとうございました。